シェルパチャンネル。じゃあ高校生、仮に今自分が高校3年生に戻ったとして、でこういうタイプの試験、こう共通テストみたいなものをやるとしたら、正直嬉しい、それとももうやばいなっていうか、うわって感じ？いや、そうですね、しっかりとそれに向けた対策、例えばリーディングだったらもう読解を、問題をこなすとか、リスニングだったらもうその情報と照らし合わせる、グラフと照らし合わせるリスニングの問題であったりっていうのをやり慣れていないとなかなか難しいし、そうですね、嬉しくないと思います。やり慣れていたとしたら、まあ、当然高校3年生だったらさっきも言ったように、はい、多分試験のその1ヶ月前というか、うん、何ヶ月か前からそういうのっていうのはやりますよね、授業の中でパターンになれるために、はい、そういうものを経て、まあ、試験を受けるというその前提で考えると、今回のこの新しい共通テスト の、 そのリーディングの問題構成、内容を考えると、今のようなテストを自分がチャレンジする方が嬉しいというか、やっぱ昔のセンター試験のようなものが良かったなと思った。はい、私は断然今のがいいと、はい、思います。今やっても難しいし、もしかしたら高校生の時やったらもっと難しく感じるかもしれないけども、でも、はい、やっぱり今のような問題形式の方が嬉しいってこと。そうですね、あ、はい、それはどうしてだろう。やはりそうですね、問題を解いていて、なんかその私が受けた時のセンター試験よりも実践に近いような、なんか実際の場面で、あ、こういう場面あるよなっていう、例えばその今回のリスニングで言うと、何かを、そうですね、なんかどこかに行った時にタオルをバスケットに入れるっていう問題があったと思うんですけど、なんかそういう実践的方、本当に実生活であるような問題がかなりあったりだとか、その場面がより想像しやすいので、その英語を学んでいる意味みたいなのがちょっと昔よりも感じられるのかなっていう点では、すごく今のテストは、はい、いいかな。というか一個一個こう指定されている、用意されている場面が、あ、実生活でこういうことって起こりうるよなって、本当に自分本当に実体験するかもしれないなっていう、いうことで解いてても楽しいっていうか、やりがあるし、もしかしたらそれまでの試験勉強というか英語の学習自体もモチベーションが上がるかもっていうこと。はい、モチベーションにもやはりつながれるのかなというふうに思います。小林君は同じ、それとも違う、ちょっと違う？そうですね、確かに今話したモチベーションが上がるっていうのはすごいあるかなと思うんですけど、なんか測られてる力がちょっと単なる知識じゃなくて、それこそ実践的なので、知識を活用した力っていう印象を僕は受けたので、そういった意味では単純な知識を測られたような前のセンター試験の方が簡単ではないですけど優しめかなというふうに感じました。あ、もう戦略をなんていうか立てやすいというか、いや、戦略を立てやすいというか、例えば文法問題とかアクセント問題、発音問題とかがあったと思うんですけど、うん、そういうのはただ単になんか知識を測られてる感じがして、実際の例えばスピーキングの、何でしょう、スピーキングをするってなったら、そんなに多分遅い処理じゃ間に合わないんですよね。なので、そういった意味では、例えば今回のテストはリーディングのテストだと思うので、そのアクセントとか発音はないかもしれないですけど、文法問題とかも早く処理できる力とか、その文法の能力を使える力っていうのがなんか求められてる気がして、そういった意味では難しいなと感じました。そうですね、共通テストでは、うん、っていうことはもう一回確認するけど、岩波さんにした質問と同じ質問で、自分が今高校生だった時に、今回のようなセンター試験、今回のような、今回のようなセンターテストの形式、あ、今回の形式のような、まあ、いわゆる、共通テストを、の方が嬉しいか、昔のセンター試験の方が自分にとって嬉しいのかってなると、どっちだっけ？そうですね。正直に答えていいですよ。まあ、英語教育に携わってるからこそ、こっちの方が嬉しいですね。
共通テストの方が嬉しい。共通テストの方が嬉しいですね。どうして？テストとしてリーディングの力を測っているっていうのがすごく分かりやすいので、なんか変にちょっと生徒としても、そう、生徒としてだったら 前回のセンター試験の方がちょっといいですかね。あ、正直それはあのもう単純に文法知識とか発音の知識を問われる方が回答しやすいと、まあ、回答しやすいというかそっちの力の方があるかなとは思うので、自分にが、自分がか、まあ全国の高校生誰でも大体そうじゃないですかねっていう感じですね。みんなが取れてたらさそこで差はつかないのね。まあそう、それはそうかもしれないですね。そうか、まあ、あの高校、自分が高校生だったら正直昔のセンター試験の方がやりやすい、得点取りやすいかなと思うけど、その前に言ってたのが英語教育に携わるとみたいなこと言ってたわけ、ね、だから立場を変えると考えも違うってこと。そうですね、変わってくるかなと思います。どういうふうに？それこそ実践ってさっき話してた通り、実践が見えない状態で英語学習してても多分生徒って何のために英語やってるんだろうって感じたりするので、そういった意味ではこういうテストで、あ、こういう状況ってあるんだなって分かるとモチベーションも上がりますし、一つの英語が使われる具体的な場面に遭遇できるかなとは思うので、そういった意味で今の共通テストはいいなと個人的に感じました。じゃあそういう生徒にとっても、まあやっぱそういう何のために英語を勉強してるのかな、こういう場面で英語を使う可能性があるなってことがより具体的に分かることが、まあ日々の英語学習に対してモチベーションにつながるのかなっていうことですかね。はい、うん、なるほど、分かりました。発音アクセント文法がなくなったことは、じゃあ小林くんは嬉しいような、じゃない、嬉しくないようなって感じなんですかね。そうですね、それはどっちの小林くんに聞いてますか。どっちに聞きましょうか。まあ高校生だったら、今日はね学生に来てもらったってことは、自分がもし今高校生だったらどう思うかなってところを聞いてみたいとなるので。いや、まあ、でも高校生がそんなこと考えるかって言われたらそんなこともないと思うので、どちらでも正直誤差かなとは思います。うん、岩波さんはどうですか。そうですね、高校生時代のもし私ということであれば、やはりその応用力がないとその今みたいな共通テストは解けないというふうに考えるので、その例えばアクセントであったとしても、そのアクセントの知識を覚えるだけ、暗記でどうにか賄えてしまうような問題であれば、その対策だけをしている高校生には有利だと思うんですけれども、それが応用されている問題に対応できない高校生だったら、やはりその今の共通テストは難しいと思うので、そのアクセントの問題がやはりなくなった今の問題は、その応用力が効かない、応用力に対応できない高校生であると難しいのかなというふうに感じます。うん、はい、